おはようございます。今日は富士カートコースに来てます。そう、この前買った TM レーシングの SMK450 を試すためです。今日の日のために、ヘルメットとブーツも、新調していました。今日はね、僕の他にライモモの、SMCR とあとは、エクスプローラーズで持ってるグロムですね、で走っていきたいと思います。ございます。今日は12月25日クリスマス走り納めです。でも路面がまだウエット、朝雨降ってたんで
先々週かな、来た時はすごい人いっぱいいたんですけど、さすがに雨降ってたのとクリスマスだからか、1,2,3,4,5,6,7,8,10 台ぐらいしかいない気がします。待って、ウォーマーで温まってる人いないやつ。手洗ったから。寒い。今日はお芋のさんのディスペケと私の SMCR と梅の TM レーシングです。持ち主は寝てます。ということで、早く路面乾かないかなと思いつつ走行していきたいと思います。気持ちよさそう。確かね、2週間前ぐらいに来た時は梅のベストタイムは29秒台だったかな。今日は、まあ、以前より路面状態がちょっとウェットなんで、それを出せるかどうかですね。そう、前よりコンディションが悪いのは路面状態だけなのかな。で、いい状態になってるのはリアタイヤがまず新品、おニューのリアタイヤ履いてるのと、やっぱ走ってる台数が少ないから、できれば前回よりベストタイムを伸ばしてほしいところであります。今日の富士スピードウェイカートコースはどうですか？濡れてる、ただただ濡れてる。ただ台数は少ない。やっぱこういうぐらいがちょうどって、今晴れてきたから。で、リアタイは新しいスリックを履いていると。でもフロントが命だからあんま変わんない。変えた意味あんま分かんないよ。
たから。プラチナバレー。なんかエンブレが聞こえたら、あー、バシューンって下がったら、ジェットダウンしたら、なんかすごいギアが暴れる。モーター止まりできるじゃん。はい、ビビッと。いや、でもこっちは、雪よくなりそう。可能性感じた。あれモーピーコースこれ逆走してない？ライモモ。ライモモね、これ多分ね逆走してると思うんだよ。違うかな。